まあ、無血戦争、これ現代はジ・アート・オブ・ウォー・ゲーミングなんですけど、なんでこの役になったんですか。この役まずタイトルかと思うんですよ。そうですね、なんかこれは検索の都合ってほど新しい本でもないですし、いやいや、これ湾岸戦争より前だから、ちょうどあのネットが出始めの頃ぐらいですよ、ね、あの日本ではまだほぼなかった頃です、ね、まだ検索エンジン日本で開発してるようになってきた頃だから、1990年の本で、93年に日本語版、日本語で、なんか現代がジ・アート・オブ・ウォー・ゲーミングなんだけど、これって孫子の兵法の英語のタイトルに実は引っ掛けてるんですよ。あ、そうなんだ。ジアートオブウォーですよね。そう、それが孫子の兵法。なるほど。だからもっと良くないだじゃん。だってかけそんなのかけらも感じないじゃん。いやだから、まあ、まあ、ホビージャパンだからこんな役なんだろうな。孫子にかけてなんかこうお題をウォーゲームっぽいお題決めなさいよと言われたら、それはそれで難しいでしょ。確かにな、うん、名誉革命も無血革命じゃないですからね、イギリスの。うん、違いますね。どこも何無血ですらない。名誉もない。だから、神聖でもローマでも帝国でもないみたいな。そこまでいきます。で、まあ、著者がピーター・パーラー、はい、まあ、正確にはピーター・パーラー3世ですけど、うんうん、まあ、一応博士号を持ってて、まあ、どこの大学の先生もやってるのかな、うん、でアメリカ海軍の分析センターのアナリ、まあ、日本で言い分かりやすい言い方をするとアナリスト。なんか研究員とかの本に書いてありましたけど、なんか横山さんからこのタイトルはホビージャパンと対朝日のウォーゲームバッシングの流れからそういう配慮で書かれたのではないかという。本当かね。いやー、ホビージャパンにそこまでの頭が立つ。そのことホビージャパンの編集部私知ってますけど、あのいろいろ気にしてるところがあるんですよ。なんだっけ、日本を舞台にした TRPG で叩かれたとこもあったんで、うんうんうん、気にしてないわけじゃないけど、ランドムニーだよ。あ、そう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 、どっちかというとタイアンドムーメントとかオーゲーマーなんかに記事を投稿してる、でゲームデザイナーもやってるっていう、まあゲームオタクですね、平たく言えば。そっちの方が強いし、ゲームオタクなんだなっていう感じで読んでいただくと、ああそうだよねっていうことをやたら書いてる人です。で、最初に一言でこの本どんな本っていうと、ゲームってこんなもんで、こんなにすごいんだよっていうことを言いたいんだろうなというのはよく伝わってくるです、ね。そこで言うゲームってウォーゲームのこと。ウォーゲームに限らず、ウォーゲームに限らず。いやいや、ウォーゲームに限らず。でもそのやっぱりまあ戦争の分析の文脈ですごいんだよというのは基本的にはそうですよね。ただ結構外れて、そうそう、なんか後半ね、なんかこれは別にウォーゲーム、その戦争の道具としてのウォーゲームの話でこの話いるかなみたいなのが大量に出てくるので、あれなんですけど、そうなんです。基本的にはでもまあそういうその仕事の道具としてですね、入りかけの分野でゲーミングの方のことをすごいよって言いたいんだけどっていう、ゲームオタクだからなんか外れちゃってるよって。それがまあこの本の読みづらさでもあるんですよ、結局どうなのよっていう。ただまあなんか これを読んで、ウォーゲーマーの人が好きなうんちくって大体ここから書かれてるものなんだなっていうのが、なんか聞いたことのあるうんちくはほぼ全部載ってるぐらいの感じでした。すごい、そういう、すごいですね。で、まあ何が交流が増えたかどうでも、とりあえず後でやってること出てくるんでどうでもいいですけど、一応本としては3部構成で、第1部がウォーゲームの歴史、第2部がまあウォーゲームそのものについてるんですね、こんなもんだよとか、ルールってこう作るとか、デザインやってこんなこと考えてんだよみたいな、で最後は展望と将来ですね。で第1部の前にちょっと序論があって、これがまた非常に読みにくいんですが、でまあ今回ちょっと序論から始めて、第1部の多分途中まででしか行かないかな、時間的な、ね、時間的にそうだよね、まあその短い回数でやるものでもまあないかな、ちょっと思った以上に回数かけないと終わらないのが分かったので、じゃあまあ序論からいきたいと思います。で、ウォーゲーミングをなぜ行うか、ここでちょっと引用させていただきましたけど、暴力破壊流血からゲームを作るという考え方は非常に不合理なように思われる、でけれどもその不合理にもかかわらず、あるいは多分その不合理があるからこそ、戦争についてのゲームをホビーとして楽しむ人たち、まあホビーストってこの人言ってますけど、で防衛の専門家、まあプロって本の中でよく言ってますけど、の間で、まあ、存在し続けて、要するにその間にあって、まあ盛んに行われて、ゲームされてるよっていうことを最初にボンと提言してますね。でここから分かるのって、結構この頃アメリカでも要するに戦争ゲームにするとあんまりいい顔されてなかったんだなって、意外ですね、そんなにびっくりしたんだなっていうのは、日本とも大差ないですよ。そう意外とね、風当たり強くて、その辺ヨーロッパもみたいな話があって、まあ前にやったユーロゲームの流れがやっぱり出てくるんだなっていうのは分かるんですけど、
でここでこの本書くちょっと前の1987年って重要な年だったと。で何ていうかっていうとアメリカの上院で四軍、日本と違って陸海軍の方にアメリカ海兵隊というのが別の軍であるんで、うん、そこのまあゲーム技術者ってここどっちのことか実はよく分かんないんだけども、多分本当の意味でのゲーミングの方の人たちだと思うんですけど、それとまあ軍事戦略やなんかのプロが来て、まあ、いわゆる公聴会みたいなやつで発言したよっていう、つまり議会でも一応認められるようになったよっていうことを、うん、が画期的な年だというふうに言ってるわけです。で今年大ゲームについて何が認められたの？だから大ゲームっていうのが一応公に、うんうん、ああそういうことね。そうそうそう、ね、存在を認められたみたいな。なるほどね。だからそのなんか押し入れに隠すものではなくなったという。なるほどね。まあ、日本もちょっと前まではゲームっていうと子供が遊びっていうふうに認識あったじゃないですか。あれがもうちょっと今だったらあれかな、 e スポーツがスポーツとしてある程度認められてるような感じなのかな。でまあこの87年に大ゲームについての方が印刷も出たよと、一人はダニガンなんですけどね。そうは言っても大ゲームとか大ゲーム、大ゲームって書いてあるけど大ゲームやるっていうことは部外者からやっぱり誤解されてるよって言って中傷されたり非難もされてると。まだまだでこれはゲーム機の本質的な曖昧さっていうのも言いたいことがよく分かんないんですよ実は、うん、書いてますけどね、うん、どういう意味なんでしょうね、うん、で道具であるゲームと使用化であるゲームの性質を理解、要するにゲームっていうものをちゃんと理解させていることができてないから非難されてるんだって言いたいんだっていうのは何となく思うんですけども、うんうん、まあ序論ですからね、まあ、これ曖昧さっつうか、まあ、だから多義性じゃないかな。ああ、うん、そうね、うん、いや本当これほど原文ちょっとチェックしたいと思ったことないですね、うん、曖昧さってアンビギュイティとかだね。多分いやアンビギュイティではあると思うんですけど、おそらくただアンビギュイティって曖昧さで訳していい文脈かっていうとちょっと怪しい雰囲気はありますよね。なんかね分かりにくさぐらいの方が多分、うん、なんか訳としては良かったですよね。学術的な曖昧さっていうのはさ、もしも神話批評以降では基本的にはもうプラスの意味ですからね、うん、分けきれない、はいはい、ポジティブな意味ですからね、うん、二項対立に還元されないってことですから、ね、だからこれはそんな眼蓄があるようには見えない。うーん、いやどうだろうな、何とも言えない、そこは何とも言えないですね、 ですね。いや言ってこの本は多義的な側面のあるゲームをある程度扱おうとしてる本ですから、うん、無血戦争は前読んだけどすっげえ苦労した。いやこれはね、いや、まあ、分かります、これは本当にしんどかった、うん、でまあ誤解されてる。でプロの方がプロってこの場合だから軍事関係者ってことで考えてください、うん、要するにその曖昧さは理解しているわけだけども、軍事的な分析やシミュレーション、ようやくここでシミュレーションって出るんですけど、不確かな理解しか、要はシミュレーションというもの自体がこの当時でまだ今から見たら黎明期ですから、うんうん、そもそも日本でシミュレーションなんてまず理解されてなかったし、ことはでちゃんと理解されてないから、その価値については明、要するにこういうものだって明確に言えなかったってことを言ってるわけですね、うんうんうん、まあ防衛関係のプロから見たらおもちゃのゲームっておもちゃのイメージがあるから、なんとなくまあまあ言葉からすると、うん、遊びじゃないっていう日本語的に言えば、うん、この本でなんか割と繰り返ししつこく出てるのが、あのウォーゲームだ、あのウォー中黒ゲームじゃないっていう、そこそんなに言わなくても別にどっちでもよくないみたいな。なにそれ、イチゴってことですか？イチゴだ、そう、あのイチゴのウォーゲームである、つまりそれはこのテクニカルタームとしてのウォーゲームなのであって、うん、戦争のゲームじゃないんだ、はいはい、戦争のゲーム解析としてのウォー中黒ゲームじゃないんだっていうのも結構言ってるのよ。まあ確かにあのウォーゲームだと名詞にならないけど、ウォーゲームとつなげたら名詞、同名詞になるから、まあサイバーパンクであってサイバーのパンクではないと書いてある。まあまあだからアメリカでも理解されてないぐらいにちょっと、うん、頭の中には入れておいてください。で1987年に小説のチームヤンキーってのが出て、このチームヤンキーのゲーム化もなされたと。ゲームは覚えやすくて やるのも簡単なゲームなんだけど、そこから得られる 教訓って言うと思うんだけど、まあ体験はなんかすごい価値のある重要なもんだよとか、なんかアメリカの特殊部隊みたいなのがなんかやる小説なの、覚えてないです。あの聞きは分かるかも、ちょっと待ってください、うん、今私も中身忘れちゃった。あとファイアンドムーメンっていうゲーム雑誌が今でもあるのか、であるんですか、ファイアンドムーメン、あれなくなったのかな、もうだいぶ、まあそれは横山さんが調べてください、違いないそれは確かに、ちなみにファイアンドムーメンっていうのは軍事用語です、正確には、うん火力と軌道の連携って日本語で訳してますけど、
要するに援護射撃しながら動いてるよっていう。ハロルドコイルのね、あれね、はい、あ出ましたね、チームヤンキー。第3次世界大戦チームヤンキー出動。あ、そうだ、そんなタイトルだ、うん、まあ、あの非常にざっくりした言い方をするとトム・クランシーみたいな話です、ね、ああ、はい、的にはそんなもんか、確かにタイトル聞いたらなんかレクトークトーバーの仲間みたいな、なんかそういう多分あの辺りで一番トム・クランシーが出来がいいんじゃないかなと思うけどね。あれ、ちなみにトム・クランシーもゲームやったり本書いたんですよ。まあトム・クランシーは、まあ、右翼なんだけどあの右翼って本当にねガチの右翼なんだよ、ね、うん、基本的にだから反戦リベラルミリティ作家みたいなの結構いるわけですよ、世の中にはね、うんうん、あのだけどトム・クランシーはガチの右翼だけどちゃんと交渉する妄想だけじゃなくて、うんうん、はい、で、あ、今まさに妄想って話が出たけど、チームヤンキー読んでファイアンドムーブメントがなんでゲームやるのかっていうアンケート取った時に一番多かった回答が読んだこと、要するに本で読んだことを真似してみたかったっていう、うんうん、だからまさに今言ったようなことを自分でも言ったしてみたかったっていう危険な匂いしてる。これを言うとだいぶ危険な発想だ。まあまあゲームですから、ゲームでやってみたかった。でこれだけ出したらなんかどっかの犯罪者みたいな。非常にこう切り取られやすい。そう、ここだけ切り取ったらゲームってやばい現象だっていうふうに、やばいかもしれないけど。でまあ、こういった発想というのは H.G. ウェルズが1913年にリトルオーズで触れている。あのリトルオーズっていうのはミニチュアを使ったゲームの、まあ、ルールブックです、平たく言えば、はい、であとちょっとそれに感想みたいなの書いてあるんだけど、これが1913、ここでスパッと1913年って書いてるんですけど、何実は重要なんで、この翌年が第一次世界大戦なんですよ。だから戦争ってそんな甘いもんじゃないんだよってことをどっか今回に言わせてんだけど、結構リトルウォーズはなんか反戦のニュアンス強いですよね。あので本でも出てくる、まあ、H.G. ウェルズって反戦主義者なんで、ウェルズがそうだから、ね、うん、そういうこと全部すっ飛ばして書くから40人がすごく苦労するとだからさっき言った反戦リベラルみたいのはウェルズとか、そうですね、うん、走りじゃないかな、本当に。ちょっと話をまた逆にすばすと、あの日本だと鉛の兵隊さんっていうのは昔から知られてたけど、このゲームの方は全然知られてなかったけどね、うん、実はあれってゲームの駒だみたいなみたいな。あとチャーチルがこれすごい凝ってて、うん、とんでもない数持ってますよね、うん、でまあその H.G. ウェルズが発言してるんだけど、よくできたミニチュアの方が本物よりもはるかに良いと、うん、でここには想像力に富んだ戦略家のための同種両方的医療がある。まあちょっと難しい。ここには事前の考察、スリル、積み上げられた勝利、または敗北の緊張があって、でそして現実の現代 あの1910年代の現代ですねの戦争を覚えているほどの年寄りである私たちが戦いの現実として認識している打ち砕れた、また流血している体ではなくて、ちょっとした残酷さもないし、ここで言うのは多分戦場にあるような退屈や不機嫌さもなくて、耐え難い遅れや中止やその他の優雅なこととかもないと、つまり、まあ、作戦とか戦術に没頭できるっていうことを言いたいんだろうと思うんですけど、うんうん、でここで大事なのがこの現実の戦争というのは流血があるし、いろいろ嫌なこともあるっていうのが13年に言っているところがなかなかね、うん、この時代にみんながこう思ってたら1914年の戦争って多分なかったんですけど、うん、逆だったからって話はあるんですよ。ウェルズの体験した戦争って何戦争なんですかね。ボア戦争だと思います。あ、ボア戦争か、だからコナン・ドイルと同じです。イギリスだからね。そう、うん、ボア戦争は1902年かな。あ、うん、だからちょうどそんなもんなんです。で、この頃ウェルズ書いてるのは宇宙戦争とか、あと短編で戦争もいくつか戦車の予言してるのとかありますよね。あと核兵器予言したのもあるのか。はい、でまあ、また本人に、ね、うん、でホビーゲームを楽しむ人になんでゲームを楽しんでるのかと聞けば、これもなんかこの間どっかで聞いたような話なんだけど、知的な挑戦と闘争を楽しむとか、歴史を学んでいるとか、まあ、ゲームをやることによって得られる仲間とか社交が好きだっていう回答が返ってくるだろうと。これなんかユーロゲームで同じようなことを聞いたような気が。まあ大体そんなもんじゃない。そうなりますよね。まあ嘘じゃないと思う。嘘ではないでしょうね、これは。ユーロゲームで歴史を学ぶやつは追い出した方がいいと思う。歴史を学ぶはちょっと違うかもしれない。それは大河ドラマで歴史が分かったって言ってるやつがちょっと困ってると思うんで。まあ、ウォーゲームで歴史を学びたいから、まあまあ分かるんですよね、話は。ユーロゲームで
まあ、なんでもないわ。いやでもほら、うかつユーロゲームで歴史学んだとかいうやつがいるからオリエンタリズムの問題とか出てきちゃうわけですから、そうですね、まあその側の問題というのか、うん、はっきり話せないですからね。いやお前分かってたけど、奴隷覚えけど何が分かってんだみたいなことになっちゃうわけで。そうか、チームヤンキーはゲームデザイナーズワークショップなんですね、 GDW。 ああ、はい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 、マーク・ミラーのところですね。ピーター・パーラーに言うと、ウォーゲーム関係者っていうのは情報と理解に加えて栄光を求めてると、まあ、まあ勝ちたいってやつですよ。まあまあそうですね、勝ちたいってことそれはそうだよねというでダニガンはゲームを楽しむ理由のうちで最も一般的なのは歴史を体験するということだと、まあこれダニガンらしい回答なんですけど、でダニガンや他のこのホビーの世界で指導的な立場のある人はゲーミングの知的な、これゲーミングって訳してるけど、ここは単にゲームを行うこととかやることって言った方がいいと思いますけど、まあ多くの情報とさらに進んだ理解の、まあより深い理解ですね、探究に焦点を当て、まあそこにのめり込むことができるよと言ってますね。はい、これはその本当にそうなんかこう本心でって言ってるのか、そのそういう風な PR をしたいのかっていうの、これは多分本心だと思います、うんうんうん、あの自分のゲーマーとしての感覚から言っても、特にダニガンって人がね、ダニガンとパーラーだったら別にまあ素直にこうじゃないですかね、うんうんうん、ダニガン本当に研究者として一応赤パスあったわけで、うんうん、ダニガン本当にもう研究者になっちゃう、全然書いてる文章は学者っぽくないですけどねだって彼は一時期、あの僕はあのシドサクソンの本で知りましたけど、うん、月1でゲームを発表したんでしょ。ダニガンはそれぐらいのペースで最適、ね、ダニガンは学生の頃半端ないから、ね、SMT の雑誌で要は、はい、あの毎回あの、ま、付録をつけなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、それでまあ、 あので大体まあなんかダニガンダニガン雨ダニガンなので、そんな感じで月1で発表したゲームってテストプレイをどれだけしてるのかって考えると恐ろしい。でもまあ言ってウォーゲームってある程度そのフォーマットが決まってる中で の、 そのリマップみたいなものも多いですから、絶対なんかない。ナポレオンは止まってるシステムと同じように使いました、うん、いくつもやってるんで。まあ、ね、まあそんなにだから拡張がまあ月1で出るのとイメージとしては大きな差はないんじゃないのかな、うん、はい、ただあの時代を覚えてる人間としてみたら S&T のゲームって完成度はめちゃめちゃ低いですよやれるんだけどバランスは取れてないよねとか、はい、まあそのあたりは今度大学で実際ダニガンのゲームをプレイするという暴挙に今度抵抗しますね。すごいですね。いやだから The Origin of World、 はいはい、本当はタクティクス2にしようかと思ったらつまんないからやめて。あれはあんま面白くないよ、タクティクス2はつまんない、ね、うん、はい、まあゲームってこんなもんだなっていうのは分かりましたけどね、初めてやってみて、うん、でまあ話進めて、ウォーゲーミングは実際に戦争に参加する以外の方法によって得ること、あ、まあ要するにゲームで戦争ができるよっていうわけですね、ズバリ一言言えば。でそれによって戦争についてより深くより身近な理解と認識を持ってくることができるっていう学習体験を提供する、まあ体験学習ができるツールだっていうふうなことは言ってますね。ただホビーストやプロもこういったことについてあんまり大っぴらにはどうも言ってないみたいだなということは、それがロンメルシンドローム論争って言うんだけど、ロンメルっていうのはあの第二次世界大戦の時のドイツの名将で、まあすごく戦いが強かった人ですね。でじゃあゲームで自分がロンメルの立場になったとして、君はロンメルの全てを背負ってないよねっていう、指揮官としての決断の難しさは確かに負わされるけど、ゲームの立場で戦場の本当のことが分かってないよっていうのがね、論争をアメリカでちょうどやってたというふうなことを日本でもありますね。ロンメルもどん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 神話がなくなってくる、これはこれ40年前のロンメル層だから、うん、今はね、大きさなんか本書いてるから、エポックの砂漠の狐とかロンメルでしたね、うん、エポック、まあまあそう、エポックもあと、ロンメルアフリカ軍団はそのまんま書いてる、あ、そうか、ロンメルアフリカ軍団、ロンメル、鈴木二郎、ちょうどこの本が出るちょい前ですね、ですね、88か9ぐらいですね、多分、うん、ロンメルってすごい名称だみたいな時代ですから、だからロンメルっていうのは基本的にはこう曹操にとらわれたカムみたいな扱いになってますね、はい、だからあのナチズらしくない、まあ、その辺は大木さんが本出してるんで読んでいただければっていうのが、あの大木さんがその神話をね暴いてるやつに、ロンメル神話なんとかいない、独ソ戦ですか、ああそう、独ソ戦書いた大木さんが、独ソ戦じゃなくてロンメル、ロンメルの方の本、本が入ってないんですね意外とナチシンパだったんじゃないとかも書いてるので、まあナチシンパでないとあの時代にあんなチームで、まあ生きていけないってのはありますけどね
ただロンベルのこう選曲自体はゲームの題材としては非常に面白いっていうのが分かる、うん、新名のもありますし、ね、アフリカのねあそこら辺の、まあ、ゲーマーが自分もロンベルのように舞台を勝たせることがいいと思い込むというような未熟な過ちはゲーム関係者が常識をほとんど持ってないためで結構辛辣なことを言われてるよっていう話ですね。これゲーム関係者が常識をほとんど持ってないは果たして四半世紀経った今どれぐらい進歩したかと言われると若干心もとないところがある、うんうん、そう、この辺は結構読んでて身につまされるものが、ね、ゲームマーケットから出てると非常にすみません、ちょっと話戻します、はいはい、でここでサイモンセンターの SPI の、まあ、SPI の社長、社長だったのかな、まあ、重役、まあ、重役ってほどの会社じゃないんだけど、まあ、重要な立場の社員だった人が、まあ、そのノーミルシンドロームに対してウォーゲームをやることによる態度をより成熟なものにするために努めることは我慢することだと、うんうんうん、ちょっとまあこれもあれな発言してるんですけど、でまあ人々がホビーに参加する大きな理由は彼らの空想を演じるための自分でコントロールできない実世界についてのではないことを完成あのコントロールするモデルを持つことだと、でゲームをやる人はそれを空想として認識してるけども、うん、その事実を常時念頭に置いておくことは必ずしも望んでないと、うんうん、全然これ用語になってないじゃないかと思ったけど、まあ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 でもそう、うんうん、特に TRPG やる人は結構あるんじゃないですか、これそうでもない、ね、どれですか今の発言、サイモンセンのロールプレイをするってこと、いや空想としてはもちろん認識しているわけだが、うん、その空想あの常にそのこれは空想だからね、うん、空想だからねみたいなのをずっとこう、まあ、居残りさせてるっていうことでは別に、まあ、それはないよもちろんみたいな、だから完成できるかってこと、あまあまあそうそうそう、ああそういう理想を認識してるけども常時念頭に置いておくことはだから没頭することもあるってことね、没頭することもあるし、ただまあそれを、まあ、没頭することもあるけど基本的にはまあコントロールその、まあ、実際から切り分けてる、切り分けてはいますよという、でそうなのってこと言いたいわけだから、まあ、あのそれはなかなか難しい議論ですけど、どの程度までその没頭とシミュレーションっていうのを切り分けるかってことで、こう例えば将棋とかで熱くなるのとどう違うのってことです、うん、将棋の実生活に今は持ち込まないんですよ、持ち出さないか、いや持ち込む人もいるいや神経質とかまた別問題であるけど、そういう意味での持ち込んでるわけだはい、うーん、まあ RPG もでもそんなに持ち込まないんじゃないですか、持ち込まない、いやだから RPG やってるとある瞬間においてはその立場で考えるけど、うん、基本は距離を置いてますよね、うんうんうん、ちょっとこれ議論したその長い話になって、うん、これただ序論の一つだからあんまり深入りはしませんけど、まあ、こんなことはアメリカでもやっぱあったんだなという、うんうん、ロンベルのように賢く戦場で振る舞うっていうことを念頭に置きながらそれを目指すってことでしょ、うん、だったらいいよねっていう、うん、それぐらいだったら別にいいよねっていうか、うん、まあまあ害はないでしょうという、だからその優秀な指揮者を選挙において判断するっていうのと、うん、優秀な指揮官のロールプレイをするっていうのは微妙に違うわけ、まあ、もちろん違いますね、フランスなんかアメリカもそうかな、いるじゃないかな、ナポレオニストっていうのいますね、うん、自分がナポレオンで生まれ変わるために思い込むまでひどいなって言っちゃうの、はいはい、そうなっちゃうとまずいよ、ね、はい、れそうだろう、はい、古代妄想マイナス 10cp とか、まあだからそうじゃないんだよってことを言いたいんでしょうけど、うん、そうでしょう、であ、なるほどね、うん、はい、そうそういうふうに思われがちだけどみたいな、要するに非難されてるわけだから、ゲームって、だから今8月15日に靖国神社にいたら言える人たちと違う、そうそうではない、まあ、そうです、そういうんじゃないよ、まあ、それはそうではない人たちだよという、おおむね、だから一番びっくりしたのはアメリカでこういうことやっぱりあるんですね、やっぱりあるんですね、こういう議論、日本でもゲーマーがどん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 オルトライトになっていってるから、そうですね、うん、そういう意味ではこう非常に危ういという、いやまあ、うん、いや当時も今もって感じですよね、うん、その、まあ、いやフル雑誌のシミュレーターとか、あタクティクスはそうでもないから、シミュレーターは結構なんかひどいのあります、ね、うん、ありましたね、ひどいっていうのは読者欄が読者欄がひどいの、RPG マガジンとかの谷川睦美の連載とかで、要は読者の困った相談コーナーとか結構ひどい、うん、あのストーカーみたいなのがいっぱいいる、うん、コンベンションがあったら、ストーカーみたいなのじゃなくて、あのゲームの場合は、うん、要は悪い意味で戦争好きなんだよねっていうような人たちが、うんうんうん、だからシミュレーターでそんなのありましたっけ、シミュレーターはねあります、そこそこそういうゲームありましたよ、うん、ナチス大好きおじさんみたいな、そう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 です、あの小林元文のマグエンド本気にしちゃうとかね、ああいう多分人、うんうん、はいはいはい、そ
それはそれとしてプロが、まあ、この場合は軍人ですけどゲームを行う理由っていうのはホビーと要するに我々みたいなゲームとは違ってプロはだからこそプロの人たちはホビーに反発してプレイングと言わないで演習だよとか総合シミュレーションだよってことを使ってるよねっていうふうにことをここでまあだから話を転じて持ってきて、でホビーストは時間つぶしにゲームをや行うことについて自費とか防衛の観念に悩んでいるけども、そこであなたは戦争についてゲームを楽しもうとしているっていう反感を持った問いかけされちゃうってことですね、うん、要するにそんなもん時間つぶしにしてるんですかって、要するにプロがそういうことを言ってきちゃったりもすると、うんうん、自分プロの方は自分たちは演習としてやってんだけど君たちは何なのみたいな、まあウォーゲーミングのっていうかウォーゲーマーの社会では小さくて閉ざされてると、うん、まあこれは今もあまり変わりませんけどで当然普通の人にはわずか限られた知識と関心が持たれてないっていうか多分ほとんど持たれてないでしょうけど、でホビーゲームっていうのはファンタジーゲームとの関わりから何かしかの被害を被ってて結構ひどいと思う。被害は多分お役じゃないのかなだと思いたいけど、ね、ちょっと真面目に大役取ってないんであれですけど、うん、これはでもダニガンのやつも同じようなことを言ってる、うん、基本的には、まあ、それは倉原解釈ですけど、うん、あのファンタジーゲームはやっぱりこう一段低いものとして、うんうんうん、シーズ戦より、まあ、あの扱っているという節を、うん、倉原さんは、まあ、持たれてるよねっていう、うんうんうん、これだからさっきのノンベルシンドロームに引っかかってる部分だと思いますよ、うんうん、だからノンベルの立場に立つっていうのとそれは現実的な制約をシミュレーションするってことですから、うん、でファンタジーの指揮官だとその制約がないってことでしょうか、うん、そうですね、だそれもどういうあれをするかによってですね、例えばさっき GDW のゲームの話が出ましたけど GDW の SF ゲームっていうのは感性の法則を再現したりするわけで、うん、ある意味こう現実のシミュレーションの延長で SF をやってるわけですから、そういうのは別に何でもありのファンタジーではないってこと、ただもうちょっと TRPG の人が聞いたら怒るだろう、ただねこうシャーリン・マクラムの暗黒太陽の浮気娘っていう小説がありまして、これは SF 大会で起こった殺人事件をテーマにしたミステリーなんですけど、主人公の一冊だけ SF 小説を書いちゃった研究者っていうのが探偵役で出てきてですね、 SF 大会に売り込みのために行くんです、セールスのために。そしたらこう結構こうファンの層の違いみたいな描写されていて、シミュレーションゲームのファンはコスプレはしないRPG のファンはコスプレをしてる、うん、だからシミュレーションゲームあなたはコスプレしないのって言ったら、いやシミュレーションは裸ですからみたいな場面がしっかり書かれているので、そういう意味では当時のカルチャーとしてはシミュレーションゲームってやっぱある程度知的なシミュレーションだっていう自負は少なくとも、まあ自負はあったわけですね、そういうあの RPG の世代はそういうのはない、ああ知らんがな、はい、で SF ファンはコスプレのガラドリアに認めているみたいなあ、来た原文が来た、さすがホビーゲームサファー、サファー、あこれはでもあこれはさっきのところですね、サムワってプロム、はいはいはい、じゃあサファーされてる、サファーだからまあじゃあってことは誤訳ではないのか、いや被害を被ってのは直訳です、まあ直訳だけど、うん、でもまあまあ直訳だけど、まあ、でも確かにこれ文脈になりってのはそういうとこあるから、サファーってだから何がしかの被害を被ってる、うん、まあ、直訳のしすぎ、そうですね、直訳のしすぎだけど、まあ、誤訳ではないから、間違いではない、誤訳ではない、まあ、ピーター・パレージは本当にそう思ってる感じもしないんじゃない、ね、あれだね、あのなんだっけ、こう AI の翻訳みたいなの翻訳そうそうそう、なんかディープル感ありますよね、ディープル感がある翻訳なので機械翻訳という機械翻訳感、まあ、で そこでまあファンタジーの方から被害を被ってるとね、うん、まあ一度のこと非難されたと書いてて、で幸いここ10年、出版年が1990年だからその80年代ってことですね、日が例えば、マイクロコンピューターの普及、また非常に懐かしい言葉が出てきてます、マイクロコンピューターいいですね、なんかこうマイコンのことでしょ、マイコンのことですよ、イニシエの言葉ですよ、うんうん、まあ、マイコンが普及して、まあ、今だったら PC が普及したんでウォーゲーミングへの理解度が深まっていると、まあ確かにそうですよね、日本で言ったらでもちょうどこの頃信長の野望の最初のやつが出てた頃じゃないかな、90年ですよね、90年だと最初でもうちょいだとかな、もうちょいだとか3番ぐらいになってるのかな、ぐらいやっと声はあるけど、いやてか信長の野望のファーストバージョンってもっとかなり早いんですよ、確か、そうですか、大木さんがそのなんか PC ゲームの本出した時もすでに載ってたから、あれは早いですよ、あれだって1983か4ですよね、あの本確か、そう早い、
ちょっとその辺からこう一気にシミュレーションという言葉自体入り出したし、うん、青木さん学生の時に82とかですか、83だ、83です、83か、まあいいやそれとしてそうなんか懐かしい話をで、まあ、ゲーム関係者にとって新しいプレイヤーっていうのは新しいお客さんだし、新しい対戦を対戦相手が見つかるからすごいラッキーだよっていうことはここで言ってません、要するにマイコンのおかげでゲーマーが増えて、これ本当にそうかなっていうのはこの後またいろいろ出てくるわけですけど、ゲーム歴史見ていけば、要は PC からゲーム入るとかボードゲームやるかっていうとまたそこ違う話で、ね、ちょっと違うよねという。でまあ核戦争じゃないや、核兵器ができてから戦争っていうのは一般市民に理解できないものになった。これかコンピューターシミュレーションゲームに、まあ、これ核戦争体験できませんから、ね、23年じゃあ抜けたばっか、まあ、体験したらその方がいい、そこで後ですからね、終わりですからね。でそこで戦争は大変重要なので将軍たちに任せておくわけにいかない、これ確かフォッシュの言葉で、第一次大戦が終わった時にもうフランスの政治家のフォッシュがこんなことを言ってるわけですけども、うんうん、要するにそういう時代だよと、うん、で要するにピーター・バラだからこそゲームで戦争をやろうってことを言いたいわけですけど、でまあ、核兵器がなかった人も今の戦争の真の破壊力は分からないって書いてるけど、なんかちょっと最近また嫌な感じがありますね。なんかね、かなり微妙な空気はありますよね、ちょっと違うようになっちゃってるよねっていうのはありますけど、ウクライナのこと、ウクライナのことで、特にあの湾岸戦争の前に書いたかもしれないっていうのがなおさらね、これ、はいはいはい、戦争なんてアメリカでさえもうやんないよとか言ってる時代だから。でまあ、ここで意味軸も言ったように、現代社会は戦争が限定だとしてもすごい恐るべき対価を払わなきゃならないと、これそうですよね。でだからこそ将軍や政治家じゃなくて普通の人たちもそのこと知ってなきゃいけないよと、まあ予防線張ってるわけですね。正しいですけどね、言ってることですよ。だけど大ゲームっていうのは一般の理解にあんまり役に今のところ立ってないと。で有効な学習の道具として使えるようになれば、大ゲームって大事な役割を担うことができるだろうと言ってます、うん、っていうかそうさせたいんでしょうね、まあ、ということですね。で序論なんでその辺は非常によく分かるんですが、そうなんかナポレオン妄想の人を何とかしてこういう隅に隠したりとか一般人の戦争ってこういうことになりますよ災害と。でまあそこでウォーゲームを使うこととか、ウォーゲームをやる過程でウォーゲーミングの性質を説明、まあ、ウォーゲームをやっていくことを説明することで、まあ、趣味の人とプロの人の両方にその、まあ、教訓の必要性を悟らせることができたら、でゲームを楽しませることができたら、教育に対してすごい能力が発揮し続けることができるだろうと、まあ、楽観的なことを言ってますね、うん、でまあここでじゃあこの本はどういうふうに書いていくかというと、第一段階は過去にもう学ぶというか、まあ、過去を振り返ってみると、まあ、第一部がだからウォーゲームの歴史だよと。で第二部だとウォーゲーミングっていうのはどういうふうにやってきたかということをちょっといろいろ書いてみようと。で第三部はウォーゲームの位置づけとしてアメリカ海軍の、まあ、著者自身がアメリカ海軍に関わってる人ですから、その、まあ、現代のアメリカ海軍とウォーゲームの関わりをちょっと書くよと。でここでまた立ち返って、ウォー中黒が入るか入らないかって話で、要するにウォーのゲームをやるのか、ウォーゲームって一つのゲームをやるのかってところでちょっとまた考えが少し右左フラフラしてるんですけども、まあ、バランスが取れた現実性と遊戯性を統合させてが必要だと、シミュレーションゲームですからね。で正確であって現実的で、そこで実習される学習の内容は教育的なもので誤った方向に導くことができなければならない。まあまあそうでしょうねと。でウォーゲームっていうのは戦闘行動の力学、まあちょっと持ってもらった言い方してますけど、でもこれしか言いようないんですよ実は。に対して洞察力、要するにまあ物を動かすに物理っていうものの力学があるけど、じゃなくて戦争用力学みたいなものがあるよねっていうことを洞察する道具としてウォーゲームを使えるよと。でウォーゲームっていうのはそのやってる最中の動きを研究するときに一番効果があると、結果がどうこうじゃなくてね、こういうふうに、まあこれウォーゲームで説明する、今会社の研修なんかでやってるゲーミングのことを考えていただければ分かりやすいかと思いますけど、例えばこういうことがあったら君はどういう行動するよ、するかねみたいな聞いて、要するに結果がどうあれじゃなくて疑似体験させることが結構大事ってじゃないですか、あの研修受けた人だとよく分かると思いますけど、ね、でまあウォーゲーミングっていうのはいろんな学習の機会を提供すると、まあ、ゲームをやることでゲームのデザインとのデザインとその諸々細部でプロと
趣味でやる人間なりに若干の違いあるけど、実は基本的な金ってあまり変わってないと。これはまあ第一部で書いてるんですけど、これはこのゲームこの本の割となんかこう一貫した主張ですよね。そうですね、ウォーゲームかウォーゲームかって書いてるけど、それはどっちもそんな違うもんじゃないよっていうのが、二項対立した逆に、いや実は一つのもんでって言ってるわけで、ただプロのゲームっていうのはまあ公的な教育とか訓練の目的に、そういうように、あるいは個々の問題とか概念を煮詰めるために行われる、そこはオペレーションズリサーチとちょっと違うよと、オペレーションズリサーチって結構結果の方が重視のとかありますから、そこはちょっと違う。90年だとさすがにもうなんかオペレーションリサーチイケイケって感じではないですね。ですよね、うん、ちょっと変わってきたんじゃないかな。 OR の私専門家じゃないんで詳しいことは言えないけど、あの序文でちょっと瀬戸さんが多分意図的に飛ばしてるところで、はい、ダニガンが73年のアラブ・イスラエル戦争のゲームが実際に10月に起きたアラブ・イスラエルの戦争を予言したっていうふうに言ってますが、ちょっと予言したのかな、でもありますよ確かに出てるんで。とかあとその前に何だっけ、軍人の人がその前に何か解説書いていて、なんだっけ名前が何とか大将か、そうトーマス・B・ヘイワード退役の大将、大将でも88年の、まあ、大将って一番偉い人って、大将一番偉い人ですよね、まあ階級としては上に一応名誉で元帥って言うけど、88年のプレシャワンでの出来事は、あ、はいはいはい、写真、あ、序文とかその辺で、そう、生々しい敵例である、アメリカ海軍のピンセンスが敵と判断した目標に向かって地対空ミサイルを受けて撃ち落とした、これは現代の武器と破壊力を示した敵例で、それはウォーゲーミングの世界にコンピューターが侵入だってことが要するにこう肯定的に捉えているんですかね、これは。まあ肯定的に捉えてるというか、まあ本の序文だからそこは否定的なことは書かないでしょうけど、ペルシャ湾の出来事っていうのは多分イラン・イラク戦争なのかな、これはそうかな、はいはい、その後に先日シュミレーターって書いてなかなか愉快な役ですね、シュミレーター、はい、久しぶりに見たねこれ、はい、まあまあ、あそこは、はい、まあまあそれはともかくとして、要するにシミュレーションの延長線上でこうそのシミュレーションの発想に技術を掛け合わせればそれなりに役に立つんですよってことを、お墨付きを大気軍人が与えてるっていうことを理解してよろしいでしょうか。で次にダニガンもまあ同じようにゲームが、まあこれはこれもちょっと俺が作ったゲームが、ね、アラブ・イスラエル戦争を予言したんだよ、なかなか ドーンって言ってる1970の3年の夏に開発したアラブ・イスラエル戦争のゲームが10月に予言した、はい、まあどうなんでしょうね結果論だけもしやってみたいですよね、どれだけ精度があるのかって話、検証したら論文になりますね。しかしだから今こうあの2003年からのアメリカの報復戦争でこうドローンとか使ってぶっ殺しまくってるっていうのは、うん、これの延長だってことですよね。まあそうですよね、はい、あっちの方がよっぽど無血戦争かもね、ある意味では、うん、まあそうですね、やらない方が無血で済みますけど、やらない方が、やる方がね、うん、でどこまで書いた、まあ、ホビーの次のページかな、あとじゃあちょっとだけなんで、とりあえず序論を終わらせて今日は触るかな、うん、でプロによる誤解のよくあるのが、うん、ホビーゲーマーは時間潰してやってるだけだろう、別にそれの何が悪いんだそれは別にいいだろ、ゲームって本来そうでしょっていう気もするんだけどね、うんうん、やっぱりホビーゲームやるような社会階層が高い人っていうのはそうだっていうことを言いたいんじゃないですか、はい、でもここでブリッジと比較してます、ブリッジは相当社会階層が高いんですか、あなたのゲームって別にそんな高尚なものでとはいい、ていうか、いい方が将棋だってね、時間潰しでしょ、普通の人にとっては、うんうん、ウォーゲーミングの社会的に意味があるってことにしたい、まあ多分そうなんでしょうけど、そういう側面はあるんでしょうけど、うん、でまあ趣味のゲーマーっていうのは一つの戦いをプレイするのに数ヶ月も費やしたりしてるけど、うん、まあ確かにねとは言いますけど、思いますけど、でその時間費やすのには病的な必要性って、もうつまり本当にのめり込んでて時間費やしてるか、うん、
なんかもっと別の価値ある高度な目標を追求する場合の両方があるだろうと。まあ、なんだって価値ある高度な目標、価値ある目標って何を言いたいんだ、うん、まあ多分歴史研究とかそういうこと言いたいんでしょうかね。まあ、そうなんですかね、うん、多分これ多分に願望なような気がしますけど、ね、やっぱりためにする議論じゃないですか、まあ、この辺はやっぱりためにする議論感ありますね。でホビーゲーマーがこのように、まあ、ホビーゲーマーって書き方はしてるけど、要するにホビーゲーマーって言っても日本語としてはいいと思いますけど、うん、まあ、ゲームにぼーっとして犠牲を払うっていう言い方もなかなかすごいけど、まあ、時間費やすな、はい、社交とかスポーツとかブリッジなんかで時間を潰すのは違うよって言うけど、うーん、いや、そうかな。はい、これがあのいつ出たか分かりませんが、ホビージャパンのシミュレーションゲーム入門ってハンドブックで、タクテクスコンベンションのあれでしょ、ついたもので、これはあのアメリカでは大学の教室を使用してゲームについての講義が行われています。これを見てもシミュレーションゲームはいかにアカデミックなものであるか分かりますっていう、まあまあまあ、シーケのキャプションが間違いではない、ギリギリ間違いではない、もう外してゲーミングだとね、確かに理科系の分野であるわけで、うん、というだからそういうこうアカデミックでありたいっていうこと、いやこの本自体が、うん、そういう論調なんです、全体そういう論調ですよ。いやこれ何年かがね書いてない、うん、おそらく81ぐらいなと思われます、うん、こういうハンドプが出たらちょい前だからこんなもんですよ、うん、80年前後かな、うん、これは最初の方の多分タクティクス2にはついてなくて、あのリプレイされた後に出てきた、だとするとそうですね、あとちょっとなんで終わらせちゃいますけど、まあ、ホビー用ゲームを精密に実行するゲームに育成していることに関心が生まれて、ゲーム評論家はその、まあ、あれこれよりゲームを作ろうとゲームやってみたりした印象を報告したりするけども、こうしたことが、まあ、プロの社会の方が自主と偏見だから、プロゆえの自意識ってあるじゃないですか、うん、軍人としての、うん、でゲームに対してはさっきのおもちゃだろっていう偏見みたいなのを乗り越えることにできれば、あのプロと趣味のゲーマーっていうのはもっと歩み寄ることができるだろうねと、うんうんうん、まあ、こういうふうにしたいよということでこの本を書いたと、まあ、はい、まあ、そういうことですね、はい、言いたいことは分かるんですけど、まあ、すそれにしてこの序論長えだろうっていうのが、いやーどうなんだろう役の印象で長く感じるだけかもしれないので、ちょっと何ともそこに関しては。まあ、何とも言いませんけどね。うん、このあ、第1話は歴史ですね、確か。ね、歴史が、あのこの歴史が半分ぐらい。歴史が半分ぐらいですね。で、そこからはなんか、なんと、大ゲームのデザインの話に行くんですよね。そう、途中からだ急にそのユーロゲームのなんかデザインブックと大して変わらないことが書いてあるんですよ。まあ、それはそれで読んでいくと発見あるんですけど、ああこれで RPG で生まれたんだとかね、こういうことから結局ユーロゲーム行くんだみたいな、まあちょっとじゃあその辺はまあ次回ということで、次回そうですね、ちょうどいいくらいだと思います。次回なぜか知らないけどチャトランガからまた話しますね。いやでもこの辺はね結構面白かったですよ。面白いですね。で壮大な語訳もあるんだけど、囲碁って日本で作られたゲームじゃない適当だなあれを読んだ瞬間この本信用できるのかって専門分野以外のところは適当に、うん、この著者っていうのは、まあ、プロってまあ軍人、ね、に対して書いてるわけじゃないんですよね。違いますね。であの一般のプレイヤーというかについて書いてるんですよね。多分両方に向けて書いてますよ。プロに対してはゲームってそんなチャチなおもちゃじゃないよって言いたいし、そう、それは言いたい。一般層に対してはゲーマーっていうのは変な人たちじゃないよって、もっとアカデミックだ。だからまあまあ、OBジャパンの生態がいい気してるからね。それはよくわかるんだけど、どうなんだろうかね。アメリカのそういう状況っていうのがちょっとわかんないからな。でもどうだろうな、そのウォーゲーマーに対して出した本というよりは、うん、もうちょっと広く一般に向けてそのウォーゲームを問うみたいな感じで出してる本なんじゃないですか。なんかちょっと私の方に書き方が良くなくて、ウォーゲーマーに対してよりもうちょっと広い層にアピールしたいなら分かるように書いてくださいねって感じですよ、うんうん、あのウォーゲーマーなら分かるよねって楽屋うち結構多いんで、あそれはちょっとそういう意味では良くないね。だって裁判性の方が何が割と唐突に序論出てきますからね、その時普通の人はポンと出されてもすごいんだかすごくないんだか分かんないじゃないですか。最後の方に出てくるあのヘレナ・ルビンシュタインが
なんだっけ、気楽院でしたっけ、を、論文として提出しました。そのエピソードいるかいみたいな。それだから、それで何をアピールしたいんだろうっていうのはね。そうそうそう。お、ヒカルさんからなんか来た、この本が出た当時の日本のウォーゲームの状況とこの本への反響を知りたい。反響ってあんまりもう93年ゲームが下火になってきちゃってたんで、93年はもうウォーゲームそれほど、これが86年ぐらいだったから全然違いますけど、反響だったと思う。 RPG マガジンの巻末でずっと広告が載っていた。まあ同じ会社だからね。ね、反響だとでもどっか書評は出てましたね、読んだ覚えがある。いや、93年によくこれ出したなって感じですよね。そう、なんで今更出すんだろうっていう。ゴーゲームの一番下火だった時ですよね。そうですよ ね、 そうですね、うん、90年代のこの辺から2000年ぐらいまではほぼ何もなかった時期ですよね、うん、そういうこと。佐藤社長がゴーゲームに見切りつけた頃なんで、うんうん、よくこんな時期に出したなって気がする、うん、最後の輝きなんじゃないですか。いや、最後っていうともうちょい前でしょ、多分90年ぐらいまでだったらそうだと思いますけど、93だともうだって、シミュレーターももうないですよね。タクティクスもちろんないし、タクティクスもないし、シミュレーターもないんで、本当シミュレーションゲームってものが日本だとなくなっちゃってる時期ですよね、うんうんうん、ボードに関しては。横山さんが、D&D 参拝の時に、高額な本を書店流通で下ろせなかったのはこの本で痛い目を見たから上の許可が下りなかった。上って誰だ、佐藤さんかな。佐藤さんじゃない。社員さんがそういうことを言っていたと。いやでもこれはね、RPG 系の人がウォーゲームに罪をなすりつけてるんじゃないですかね。うん、まあかもしれない。この当時5800円だもん。5800円、まあ、5800円、まあまあきますね。あ、じゃあそうですね。半分立ちならまあこの厚さでハードカバーならこの当時ならまあちょっと高いかな、うん、まあでも5八は高いわ。でも5八だったらそもそも売れる想定の値段じゃないってことですよね。だからまあ出しましょうかぐらいの感じですよね。だとすると別に大損っていうのもちょっと大げさですね。多分そんなにバジェットが組まれてないから、でも横山さんが言った話って僕もどっかで聞いたことあって、それは多分同じコンビに横山さんと言ったんだけど、やっぱりごっぱちだとするとこの本のこの役のひどさもあんまり僕は言えないかもしれない。なんかそういうの手弁当で訳してる可能性がある値段でしょ。ありますね。500部ぐらい、500ってことはさすがに当時の方が短いじゃないと、1000ぐらいの可能性はある。多分1000だと思う、うん、だから1000だと、それこそだって一冊も売れなかったところで損失の額が300万は超えないでしょ。さすがにそんなことありえないから買えません。買えない。じゃあ中古だったらありますけど、うん、でも、あ、もちろん絶版です。いや、すげえ探した昔横浜市立図書館にあって、僕、うん、はプレ、倍ぐらいのプレミアで買ってるんじゃないかな。1万ぐらいだったと思う、確か。反響だとどっちかというとゲーマーより、まあ、プロっていうと変だけど、文字評論家系の人の方が読んでた気がする。練馬図書館にあったないと思いますけどね。練馬にありましたね。ここに水害の図書館にあったけど、中野にあったけど、持ち込みだったんですかね、と。どうなんでしょう、どうでしょうね。どうでしょうね。でホビージャパンに持ち込むかな。そうですね、役者は軍人の人ですよ。軍人って言い方あれか、うん、自衛隊の人だから。自衛隊の人がこういうのをこう訳して読むっていう習慣があるか、出すっていうのは結構あって。あるんですね。あります、うん、ウォーゲームじゃなくて戦略学の本をこう訳したけど、版元が見つからないっていうのは結構ある。